皆さんこんこにちは。お元気ですかえー、急に寒くなりましたねやっぱり冬だったんだわってね気づかされたような1週間だったんですけどはい皆さんお元気でしょうか風なんかひいてないでしょうか、えー、そんなね寒い冬ならではのおしゃれの楽しみにマフラーとか。 ニットキャップとか冬小物がありますよねなので今日は冬の小物の特集をやってみようと思いますイエーイはい、えー。ということでまずねマフラーそして、えー、次がニットキャップそれから、えー、靴とかブーツのお話をしていこうと思います よかったら最後までねゆっくりご覧いただけたらと思いますもう今日は早速始めていきますはいまずはねマフラーですね、えー、今年はね若干厚めのロングマフラーがなんかよく出てますねはい、えー、ユニクロとかでもですねジャンキーストールっていうのがねと でもなんか人気があるみたいですねこちらの感じもうねウェブサイトの方で見たらほぼほぼ在庫なしになってましたねブラックだけ残ってたかなそんな感じでした、えー、チャンキーっていうのはなんか分厚いっていう意味があるんだそうですはいで私はですねこのこちらこれが N プラスの、えー、ソフトカラーマフラーなんですけどこれとってもね価格もね同じ2990円かな。はい、でこのイエローもとっても私気に入ってるので今日はこれを使ってねちょっと、あのー、巻き方とかもやってみようかなって思います。はい まずは、えー、前に垂らすすだけですね、はいえっと、結構ねマフラーが主張する感じになりますで、えー、ちょっと低身長さんとかで長すぎるわっていう方はあの首に巻いて調整されたらいいかと思いますで、えー、こういうねロングマフラーはやっぱりあのアウターはロング丈の方がかっこいいんじゃないかなって思います こんな感じですでは一回巻くパターンをやってみます、えー、これはですね結構あのー、街角のおしゃれスナップ とかかでよく見かけるまあ皆さんがあのよくやられてるようなパターンかなって思います3番目は。 えー、半分に折ってそしてこっちのね輪っかに通すこれもあの皆さんよくされてると思いますけどちょっとやってみますね。これぐらいに半分に折ってこれね長さをちょっと変えても OK ですのでね半分に折ってここの輪っかにこれを入れるだけになります。 はい、こんな感じで私はよくこういう巻き方をした時は、えー、これをね後ろにこう持ってきてこんな感じにしてます結構ねあのー、元気のいい感じになりますよねこんな感じですはいどうでしょうかこれねあのー、ちょっと全部がねあのー カジュアルになりすぎちゃうと、なんか冬のスポーツ観戦みたいになるので、えー、ちょっとね、きれい目と、そしてこういう巻き方をミックスすると、なんかね、こなれ感が出ます。例えば、これ、ジャケットと合わせると、いい感じになるので、ちょっとやってみますね。 パターン目です、えー、一番ね分かりにくいパターン <laughs> 皆さんが、えー、なんかどうやってやってるのかよく分からないんですっていうパターンなんですけどちょっとねもう一回やりますのでね前回ちょっとちらっとやったんですけど、えー、もう一回やりますはい、えー。これをですねちょっと見ててくださいね結構長さをこう変えてますね 長いいいののとと短はい、そして1回ぐるって巻きます巻きますはいでこの長かった方ですね長い方を中手前から外側に手前から外側に持っていくんですけど全部引き抜かずにこれぐらい引き抜いて ここに、この輪っかに、こっち側を通すみたいですよ。こんな感じ。<laughs> こう。で、あとは整える。っていうことらしいです。わ <laughs> からないね。難しいよね、やっぱりね。 あのー、人が巻いてるのを見たらどうやってやってるんだろうみたいな感じにはなるんですけどぜひねやってみてください。はいなんか前回の動画で私がやったのちょっと違ってたかもしれないでもあれはあれでね形にはなるんですけどねはいどうでしょう やっぱりそのまま巻いてるのよりはなんかここに表情が出ますよね。はいこんな感じでした。そして、えー、コートとかの下にこうアスコットタイみたいな感じにしてね巻くっていうのがあります。でこの場合は、えー、ごくごく普通のサイズの普通の厚さの、えー、マフラーになりますね。こんな感じですよね。こう普通にもう。 こうして通してここを整えるだけですねで、もう中にコートの中に入れちゃうはい、こんな感じです、うん、そして、えー、コートに沿わせる っていうパターンでやってみようと思いますちょっとだんだんね暗くなってきちゃったけど、えー、ちゃんと見えてますかはい今度は ネックゲイターになりますこちら、えー、ユニクロのヒートテックネックゲイターですね色は4色あって、えー、グレーブラックブルーそしてこれがねオレンジになりますオレンジって言ってもブラウンな感じなんですけどね明るいブラウンっていう感じになります これあったかいあのネックウォーマーって言ってましたよねで今までにもあった商品なんですけど私が使うのは今回がね初めてなんですまあ便利でいいわと思って <laughs> はいでちょっとねあのー、おすすめしたいなと思ってこの動画にしました。えー 使い方がですね3通りあるらしくてまあ、私はもっぱらこう首に巻いてるだけなんですけどこれねあの帽子みたいにも使えるんですよ頭にかぶってね、まあ、ここの部分が空いてる状態になりますけど帽子にも使えるそして、えー、ターバンみたいにねこの頭につけるっていうのもねできるんだそうですこんな感じでね。<laughs> はい、えー、もうね家の中でずっとこれしてますそして、えー、出かける時もねもちろんあのつけていくんですけど本当にね暖かいですよねぜひぜひおすすめですこちらに並んでいるのが私の持っているニット帽とそして、えー、キャップになります冬用のキャップになります えー、こちら側のボーダーの方ですねこの2つが今年買ったキッズサイズのものになりますキッズサイズって言ってもねキッズの ML サイズかなでまあちょうどいいぐらいかなっていう感じですそして無地の3点これは昨年のものになりますはいそして今ねちょっと頑張って、えー、苦手感を 払拭しようとかぶり方研究中のキャップです。手前がこちらですね。こちらが無印良品。そしてこの奥側のこのチェックのものは、えー、数年前にね。えっと古着屋さんのなんかワゴンの中に入ってたのを300円で買いました。はい、ちょっとね。この。 これあんまり出番がなかったのでちょっとこうでもやってみようと思いますニット帽の被り方です、えー、ニット帽は、えー、こんな感じでちょっと上にのせる感じの浅い被り方とやっぱりグッと中に入れて深めに、えー、耳も覆うような感じでかぶるかぶり方があると思うんですけど、えー、髪の 方はね。どっちを選んでも似合うかなっては思います。ただ、あのー、私ぐらいのこう。髪のね。短い方はやっぱりちょっと髪の毛を出した方が可愛いんじゃないかなとは思います。なので、私はいつも。こんな感じにはい、ちょっとね。浅めにかぶっています。と、イヤリングとかもしてはい。可愛らしさをプラスするような被り方を。 しています皆さんはどんな風に被ってますでしょうか えー、キャップはですね、ちょっとマぶカにかぶった方がいいんじゃないかなって思います。えー、もっか、えー、研究中です。ではブーツとスニーカーを紹介しようと思います。まずこちらの端にあるのがユニクロ C の、えー、今年購入したブーツになります。これとっても人気があってね、本当。 本当にあのー、割と早い時期にもう完売してしまったブーツになりますでこの真ん中のが昨年私が購入した GU のブーツです、えー、今年またね同じ感じの GU のブーツがレスアップブーツが出てるんですけどこれ昨年のはこの穴がね6個開いてるんですけどこれがね今年は7個になってます まあその分あの丈が長くなってますね。そしてより厚底今年のはより厚底になって先もねもっと丸くなっててすごくねかわいいブーツになってますおすすめです気になる方は GU のサイトをご覧いただけたらと思います、えー、12月25日まではアプリ会員限定でね2990円になっています そしてこの右側のブーツはもうかなり昔のものになりますけど、えー、ホッコっていうブランドでナチュランのサイトで購入したものになりますこれはね本当に履きやすくてかなりかなり履き込んでますねはいそして、えー、スニーカーなんですけどこちらが最近私が購入したはいニューバランスの WL996 番になりますちょっとねこういういいいタッセルがついてて面白いですよねこんな感じの冬のねなんかこう重い感じの色合いの服で、えー、足元だけが白でちょっとこう抜け感が作れたら全体のねコーデがこなれた感じになるかなと思って、えー、初めてねこういう色なんですけど。 買いました。はい。で、こっちはね、もうかなり履き込んでる、えー。昔買ったニューバランスです。これはグレーですね。これは私が運動の時に、えー、室内履きとして履いているものです。こんな感じの。はい、来ました。 あやめて尻尾で叩くのやめてはい <laughs> ということでね、えー、ブーツとスニーカーの紹介でした冬の小物特集楽しんでいただけましたでしょうか皆さんもね、えー、手持ちのものでオッケーなのでいろいろ出してきて、えー、コーデにね彩りを作ってくださいねはい今日はここまでになりますご覧いただきありがとうございました また来週バイバイ